皆さんこんにちは、動きのコツ研究所の西野です。今日はお尻を感じる、リハビリを説明していきたいと思います。先ほどの、動画ではお辞儀をしていくときに太ももを感じてくださいという説明の動画があったかと思います。それを何回練習してもなかなか太ももの裏感じられないなという方は、もしかすると太もものその手前、お尻が感じられてない可能性があります。じゃあお尻をどのように感じるかというところが今日のポイントになります。座っていただいてですね、麻痺側のお尻といい方のお尻支えた感じで、違いがありますでしょうか。もしかすると麻痺側のお尻はちょっとだらーんとしてたりとか、頼りない感じがあるかもしれません。それに比べていい方のお尻は体重を乗せてもどっしりした感じがあって、しっかり支えれると思います。じゃあどうやってお尻を感じればいいかと言いますと、一度猫背にしていただいて背もたれにもたれます。こうするとお尻のお肉が椅子にベターっと両方ついていると思います。この状態では麻痺側といい方のお尻と左右差が少なくなっていると思います。このお尻べったりの左右差がない状態を確認してからですね、ゆっくり同じようにお尻をじわじわとこう体重を移動させていきます。前の方にですね、このどっしりしたもたれた状態ですね、どっしりしたところから体を起こしていくときに、お尻の骨のグリグリにぐーっと乗ってくるように意識しましょう。そうすると麻痺側のお尻も安定することがよくあります。これでもちょっとうまくできないなという方は、後ろに持たれる動きの前に一度起こしたところから体をお腹のところでぐしゃっと潰してみましょう。このようにぐしゃっと潰します。ぐしゃっと潰すだけでお尻がどしっとしますので、そこからもう一度背もたれにゆっくり持たれてください。そうするとかなりお尻がどしっとしてきますから、ここからもう一度お尻の後ろの方に乗っている体重をですね、前の方にじわじわじわっとお尻の骨のグリグリを探すように乗せていきましょう。グリグリ見つけれましたか？そこが見つけれると体重を乗せた時にしっかり安定してきます。お尻のグリグリ見つけれたら、この後のお辞儀立ち上がりに行く時も太ももの裏も分かりやすくなることがよくあります。まずはこのお尻をしっかり見つけていきましょう。ここで一つ重要なのが、ギュッと反ってしまうとうまくできませんので、必ずお尻に乗っている体重を確認しながらゆっくり体を起こしていきます。ここで慌ててグッと反ると失敗しますので、お尻の後ろから骨のグリグリ見つけるようにゆっくりお尻に意識をしてください。よろしくお願いします。